よく喋ってくれた。もう大丈夫だ。お前は、人間はこんなことをされている今でもこんな理不尽なことはありえないと思っている。与えられてきた教育か、モラルか、信仰か、作り話のすり込みか。お前がここにいるこの限界の果てには救いが待っているとまだ思っている。自分が生まれたこの世界はお前を助けてくれるようにできていると。そうだ、誰でもそうだ。死ぬ直前までそうなのだ。人は何の根拠も可能性もなくとも希望を持つことができる。私もそうだ。だが私は一つだけ違う。私は最後の瞬間を迎えても死ななかった。家族が死んで祖国が消え失せても私だけが生き遅れた。人間としてまとった表面のこの薄皮だけを地獄に奪われた。私の裏には油菜の畑と工場があった。私は毎日友達と親たちが働くその工場に行っていた。私にあるのはその場所だけ。世界は一つだった。ある日、遠くの空から飛行機の音が近づいてきた。爆弾は工場に落ちた。スパイがここで兵器を作っていると喋ったのだ。工場は燃え、私たちは外を目指した。その人たちで出口は塞がった。暑い。暑い。大人たちの足をかき分けて前に進もうとしたが、腹を蹴られて床に倒れた。私はあの人たちが燃えた煙を体中に吸い込んだ。私の名前が聞こえた。それも聞こえなくなった。運ばれた病院で私を見ていた看護婦は毎日のように廊下で言っていた。殺してあげた方がいい。これが私が思い出せる最後の母国語。私が生まれた村の言葉だ。村は外国人に占領され、私は私に残った最後の私。言葉を奪われた。私の皮は何かをまともに感じることがなくなった。他国に捕まり、この顔をまた拷問に焼かれても、私は未だにあの工場で焼かれている。煮えたぎった菜種油を全身にかぶっている。この痛みだけが今でも感じることができる唯一の私がここにいる世界との接点だ。あのスパイどもは会っていた。そう、私たちは兵器を作っていた。戦場から運ばれてくるライフルを直してはまた送り返していたんだ。祖国の勝利のために。え、私たちが暮らしている一つだけの世界を続けていくために。私は死ぬわけにはいかなかった。もうこの世にいないあの人たちの最後の希望だからだ。
私が何も成し得なければ、あの人たちの意志さえこの世から消えてしまう。どうだ、私が見破るか。さあ言ってみろ、何に見破る。貴様の目の前に何が見える。そうだ、そう、ドクロだ。それが私だ。このドクロが私自身だ。私たちの証だ。国も言葉も顔も失ったが、このドクロだけはまだ失ってはいない。だから私は自分に課した。私が生きるための痛みや努力には一切の救済も成果もない。決して報われることはない。分かっていても私はありもしない希望を見据えて灼熱の世界を進むのだと。希望、夢と言ってもいい。メランコリーな、やり場のない内圧に痛み、おやつをこらえながら、私の体と頭に刻まれていた言葉を奪われ、どんな支えもなくして。お前の気持ちはわかる。それを私もよく知っている。だから見せてくれ。私は世界に一人だけではないということを。お前もまた報復のためだけに生きることができると。私が見えるか。死ぬな、死ぬな。ああ